ズンダモンなのだ。今回はハゲがやたらやりたがってたので、これまでのアモアスの歴史を振り返ってみるのだ。そういえばこんなのあったなって懐かしんでくれたら嬉しいのだ。歴史っていうと壮大だけど、ざっくり言えばバグヒストリーなのだ。よろしく頼むのだ。アモアスバグヒストリーその1、同盟か。初期マックスケルドはハゲの周りでも散々遊ばれたのだ。ここで早々に起きたのが透明バグ。その名の通り、クルーの姿が見えなくなってしまうバグなのだ。死人が命のこのゲームでは致命的ということで、早急に対策が取られたのだ。具体的には、開始後の点呼、ゲームスタート後、一人ずつ名前を呼び動いてもらい、みんな見えたら改めて試合開始としてたのだ。点呼してる間にキルクールもサボクールも開けてしまうので、この頃のインポスターは初日体感10秒くらいを測りつつ戦ってたのだ。ちなみにゲーム開始前に一度着替えると透明化が減るという噂があったのだ。おまじない的な意味も込め、みんなやってたのだ。アモアスバグヒストリーその2、キルフラッシュ。アドミン見る人ってバカか嘘つきだと思うんですよ。今でも犯罪のアドミンだけど、初期はもっと凶悪だったのだ。キルフラッシュとは、キルが起きた箇所のアドミンの人数判定が点滅するというもの。例えば通信室2が一瞬1になって2に戻るみたいな感じなのだ。どこでどのタイミングで切られたかわかるというのは、チートクラスに強いのだ。言うなればお肉場所がわかるバイタルなのだ。現在は削除されたバグだけど、当時キルフラに悩まされるインポスター側もいろいろ策を考えてたのだ。中でもアドミン判定ある場所を行き来して意図的に点滅を起こすキルフラ偽装には夢があったのだ。アモアスバグヒストリーその3、影分身。インポスターを引いた時はベントをテキパキ使うのだ。ベントの中はキルクールがたまらないし、なるべく外で死人を作って白くなりたいのだ。そんな思いを破壊するのがこのバグなのだ。ベントモーションが終わる前に次のベントに移動すると、全ベントでベントモーションが見えてしまう恐怖のバグなのだ。要はテキパキ動くのがギルティーなのだ。ちなみにこのバグ、今も治ってないのだ。アモアスバグヒストリーその4、同時お肉。ボタンとキルのタイミングが同時になると起こる現象。会議は始まるけど、押した当人はお肉という状態になるのだ。これって人外にとってめちゃくちゃまずいのだ。犯人は会議寸前ボタン付近にいて、超直近でキルをした事実が確定するのだ。逆にクルー側はめちゃくちゃ考えやすいのだ。直前で見合っている人や最終位置がボタンから遠い人は犯人から除外できるのだ。ちなみにお肉は議論翌日もボタン前に残ってしまうのだ。紳士協定で即レポして会議は即スキップがベストなのだ。またこれの足として、レポーターがレポートと同時にキルされるパターンもあるのだ。これも当然クルーが超絶有利なのだ。近い位置に2つお肉が並んでいること、片方のお肉は超直近であることが確定するのだ。魂のボタン、魂のレポートとも呼ばれる有名なバグだけど、これもまだ治ってないのだ。いかがだったのだ。他にもいろいろあるんだけど、今回は代表的なものを4つ紹介したのだ。みんなも印象に残ってるバグがあったらコメントで教えてほしいのだ。今回はここまで。お疲れ様なのだ。